はいはい、パーマは癖なんですよ。じゃあその癖の状態も含めて。はい、ビフォアの状態はもともとレイヤースタイルが割ともう伸びきってて、でなのでトップ の髪の毛がちょうど鉢の部分に溜まってて、まあ、頭がちょっとこう大きく見えてる状態というか、こんな感じですね。で癖もまあ全然切ってない状態がちょっとだけあったので、ちょっとゴワゴワして広がりにつながるような感じだったっていうところですね。カラーは基本地毛かな。なので、はい、ただまあちょっともともと少しこう明度があるので、まあ、染めるとしたらって感じですけど、ビフォーの状態では基本的には地毛ですね。はい、はい、はい、カットはまあちょっとウルフベースにしてちょっとおしゃれ感を出そうかなと思ったので、まあ、レングスはあまりこう変えずにちょっとこう毛先整えるような感じにして、でまあさっき言ったみたいにトップの部分のレイヤーを、まあ、伸びた分、まあ、1、2センチぐらいですか、2センチぐらいですかね、を切って縦長のフォルムにして、まあ鉢に溜まってる毛をなくしたって感じですかね。はい、レイヤーに関してはやっぱりひし形ですよね。まあ、ダイヤモンドの形になる、前から見ても上から見ても横から見てもやっぱりそういうダイヤモンドになるっていうのは、まあメリハリがついてるっていう形なので、まあ抑えるとかは抑えて、出すとか出してっていうメリハリがついてるフォルムが一番多分小顔に見えるというか、頭がちっちゃく見えますよね。まあ、顔周りの小顔っていうのもあるんですけど、フォルムって割となんか頭の大きさに影響するなと思ってて、まあ、全体的に見た時のトータルバランスとしてやっぱりフォルムが綺麗な方がやっぱり頭がちっちゃくなるなって感じなので、そういう意味ではひし形のシルエットっていうのは基本日本人とかの、まあ、彼女は今ちょっとハーフなんですけど、日本人とかのまあスタイルだったりとか頭のサイズだったりとかには一番ハマりやすいのかなと思いますけどね。はい、彼女の場合はちょっとこう顔が縦長だったので、あんまりこう量を好きすぎたりとか、あとは鉢の部分 の言うても量も取りすぎちゃったりするとすごくこうゴツゴツして見えてしまうというか、ちょっとまあメンズライクすぎてしまう部分も出てきるので、まあちょっと。まあ、ボリュームはちょっと残しつつっていうのを一番気にしてやった感じですね。はい、自然乾燥ですね、はい、やっぱりちょっと癖を生かした、彼女の場合は生かしたんですけど、やっぱりちょっと今こうコテで巻くというのも大事なんですけど、どちらかというと自然な巻いたとしてもナチュラルな感じがやっぱり時代だと思うので、まあ、彼女の場合は癖がもともとあったのを、まあ、ウェットの状態で、ちょっとオイルとワックスをちょっと混ぜて、でそれからまあ自然乾燥って感じなんですけど、はい、その方がまあちょっとナチュラルな癖が出やすいので、まあ、馴染む、その人に馴染むというか、うん、今回はそれを一番狙いましたけど、はい、まあ、まず楽っていうのが一番ですよね。スタイリングが楽っていうのもありますし、楽でおしゃれに決まるっていうのは、まあ、男性受けというよりも、まあ、両性受けしやすいかな。女性からもやっぱり可愛いねって思われやすいし、まあ、男性からも、まあ、ちょっとこうウェットの質感とか、まあ、ショートがやっぱり似合う女性っていうのは魅力的なので、まあ、そういったところでは両方から好感度が高いスタイルかなって感じですね。はい、ありがとうございます。